今回はエマーソンのミニロードハウスを紹介します。どうして急にロードハウスを紹介するかと言いますと、エマーソンナイブスのインスタグラムでロードハウスがディスコンになるらしいです。で、これはロードハウスではなくてミニロードハウス、少し小さいやつです。エマーソンらしいヤスリのような G10 ハンドル、エマーソンスタイルのポケットクリップにライナーはチタン、エマーソンウェーブでオープンもできますけど、サムディスクでオープンもできます。で、これがミニロードハウス。ミニといっても CQC7 とほぼ同じ大きさで、こちらが CQC7、 まあほぼ同じです。ブレード鋼材はいつもの154の CM、 自分はハーフセレーションにしてます。単刀デザイン、単刀なんですけどちょっと上に上がってるのでスライスなんかも意外と得意。普通のライナーロックでライナーがチタン製、かなり荒削り。バックスペーサーはかなり適当な仕上げです。この辺もなんかエマーソンっぽい。エマーソンスタイルのポケットクリップはビスの留めたところのここの幅が広いので結構硬いです。がっつりと固定する。 CQC7 の方はなかなか取り出すのが苦労するのでベンチメイドのポケットクリップをつけてます。ビスの穴はベンチメイドとエマーソンは同じ。これだとディープポケットクリップで外しやすい。ポケットクリップサイドから見たこのシェープがかなり好きです。すごい美しいシェープ。ライナーロックの締まり込みもかなりいい感じで締まってます。そんなには使っていません。で、今メインで使ってるのはさっき見せたCQC7 のフリッパー、いつも使ってるので結構傷だらけ。何やるのにも使いやすい。 CQC7 の方もチタンライナー、思いっきり空いてるスタイルなので掃除もしやすい。エマーソンの場合エマーソンウェーブがあってフリッパーなんかいらないと思ってたんですけど、このシャークフィンフリッパー、サメの背びれのようなフリッパーがもうさすがエマーソン。デザイン的にも非常に優れてる。フリッパーも軽く開きます。ちょっとマニアックになってしまうんですけど、開く時の音がかなり好きです。このスコッという、結構使ってるってかなり使いやすい。ライナーは結構なんていうの、内側に入ってきてる。このライナーが端まで来ると刃にガタつきが出てくる感じです。ミニロードハウスは、これぐらいのロック、すごく気に入ってるナイフなんですけど、ロードハウスがディスコンになってしまいます。本日はエマーソンナイブスのミニロードハウスを紹介しました。